い、西野七瀬です。振ります。テイク2。西野七瀬です。振ります。嬉しかったことです。どうしよう。嬉しかったことは、20歳の誕生日の時に、5月25日なんですけど、その誕生日の当日に TV 撮影をしていて、でどうぞこうサプライズというか、これが最後の撮影ですっていう時に、聞いたことのない歌がかかり始めて、あれって思ったらハッピーバースデーの歌をサプライズでかけてくださって、でケーキまでとメンバーが持ってきてくれて、すごいね、みんなスタッフさんがみんなお祝いしてくれたのがすごく嬉しい思い出です。ちなみに19歳の去年の誕生日の時もガールズルールの PV の撮影をしてたので、これでもう2年連続誕生日には PV の撮影をさせていただいてたということで、すごいこれなんか小さいことかもしれへんけど、なんか自分にとってはすごい嬉しくて、だから来年の目標じゃないけど、次の21歳の誕生日の日も乃木坂の PV 撮影をしてたらいいなって思います。あと大丈夫というわけで、これからも何年目やというわけで、これからも4年目頑張っていきます。バイバイ。